皆さんこんにちは2019年度管理業務主任者マンション管理士試験合格を受けてっていうことでうまく15分から20分程度ですかね、えー、少しお話しさせていただきたいと思います担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー、本日2020年なんですが1月17日です先ほどですね2019年度の 管理業務主任者こちらの試験合格発表がありました、えー、合格点は50点のうちの34点です。希望としては、ね、もう1点でも2点でも下がってほしかっ,って33、32っていきたかったんですが合格率、こちらがです、まあ、例年に比べてやや高めですからねよ、まあ、しとしなければいけないところでしょうかね、はいえー、合格点は34点でした。 で一方マンション管理士は一週間前一月十日にですね発表がもうすでにされておりますこちらは三十七点基準点が三十七点同じく五十点満点ですねそして合格率は八点二パーセント例年通り厳しい試験でしたはいですねでこの二つの試験まあ受けてですねまあ 2019年度の若干の傾向そして2020年に向けてどういう対策を取っていっていいかというところで、ね、お話しさせていただきますがまず管理業務主任者ですね34点でした23.8%ねこれはまあ例年に比べたら合格率自体はねやや高かったんですが特に意図して高くしたわけではないでしょうね。この試験は おそらく21%、22%のところを、ねまあ、基準として近日取っております。でおそらくもしし点のとところで高めに取ってしまうと 十まあ十九まではいかないでしょうけどね二十それぐらいになったんだと思います。で一方三十三とかにしてしまうとそれこそ二十四五六とねえなってしまう。まあ一定のところかなり集中しておりますのでね、えー、そこの一番近い二十一二パーセント取ったんだと思います。マンション管理士も同じですね、えー、おそらく七パーセント八パーセントそこに近いところの点数を取ってるんですがまあ一つ対策というか、えー、まあヒントとしてどちらの試験も パーセンテージ基準であるところおおよそやはり7割ぐらいね、えー、得点できればいいというところねまあ、そういうとは例年通り変わらなかったというのが、まあ、正直な分析というよりもね例年通りでしたというところですね、はい、ただしですね、まあ、中身については若干傾向があったのでそれはここ数年変わらない傾向ですがね、えー、数年ですけれどもねまず 管理業務主任者の方は50問のうちですね、えー、全問というわけではないんですが、まあ、多くの問題は結構ひねりが入ってましたかね。はいえー、そして何問かは、えー、これさすがに、えー、と勉強の中では聞いてこないだろうという、まあ、いわゆる範囲外れた問題も、まあ、もちろん数問はありましたというところなんですねこれがですね。 数年前までは管理業務主任者の試験はどちらかというと基本問題がどっさり出てきてしかもその基本問題をストレートにあまりひねりなく聞いてくるっていう傾向がありましたかね、はい。そしてその中で正確性を問うということで個数の問題これを多く入れてね多い時には10問を超えてあったっていうところがありました結構ここ数年は変わって問題の質自体を難しくして得点調整しているというね傾向が見られております。これは 2019年度もししかりでしたねそして、えー、まあ中身の傾向とするとね、えー、まあ民法などのちょっと法令系が少しねひねりがあったりしたっていうところが傾向としてありました。はい一方マンション管理士の方はですね、えー、これもちろん50問4択ですがここ数年の流れはえー 50問のうち、まあ、10問までやっぱり10問近いんですかねそれれ範囲外れてるだろう、えー、っていうような問題、まあ、あのこの試験の半中の試験ではちょっと外れてるような問題やっぱり10問近くありますかね、えー、ですはい。でじゃあかといって合格基準点はどれぐらいかっていうと結構高得点で、まあ、2019年度ももちろん37点でしたその前も38とかね高得点なんですよ。ということは 50問の試験ですけれどもまあまあ10問程度は、まあ、勉強したところでなかなか手が届かない問題だとすると残った40問ちょっとぐらいのところねもちろん4択ですから、まあ、範囲外れとの問題も何問か取れるとは思いますがね、えー、そ,うまあそれにしても、まあ、残ってる40問の中で、ねえー、いかに37.8点もうほとんどミスができないというねそういう怖さの試験に変わってきてますね。かねでしかもですね、まあ、残った20 40問ぐらいの のところは比較的基本問題で。しかし、あの逆にマンション管理者はま、充電はあまり個数の問題は出てきてなかったんですが、ねそれがえまあ個数の問題なども踏まえて、基本問題をより確実にまあ聞いてくるようなね。問題にまあ傾向として変わってはおります。ま、そういったものがこの2つの視点ですね。で、どちらかというと。 それまでは数年前までは管理業務主任者はまあ正確性を問われるような試験でした、えー、マンション管理士はまあ応用力を賜されるような問題だったんですが、まあ、逆転してどちらかというとマンション管理士の方は正確性を問う、えー、管理業務主任者の方が若干まあ応用というわけじゃないんですが、ね、ひねりにも対応できるような形での取材には変わっております。これは まあ2020年にとと変わることもないででしょうからねそのの傾向の中ですただし、まあ、先ほど管理業務主任者、えー、多少ひねってるとは言いつつもねやっぱり基本問題からしっかり取れていきますのでね、まあ、そこは今まで通り過去問学習というところはね、えー、これは変わらない傾向だとは、えー、これはまあ念じておいてください。で今回やっぱり中身もちょっと分析っていきたいんですけれどもそれはさすがにたった今しがた、えー、合格発表があって、えー、これをまあ実際に言ってはなかなか時間的な旨のものがあります。 ので、えー、日を改めてこれ少し画面切り替えていきますがこちらですね、まあ、例年これマンション管理士管理業務主任者の試験合格発表を受けた後ですねやっておるんですが2019年本試験を切るもしまあ、えー、本日ですねレクの各、えー、まあ学校で聞いてる方はですねこのパンフレットをお持ちくだ、えー、まあ用意くださればと思います今ご自宅内で見てらっしゃる方はね、えー、少しお写ししますので、はいえー、日よりは2020年の 2月の2日でです。す、は、す、い。えー、まあ語呂がいいいいので、ね、覚えやすいと思います、はい、日曜日11時から13時2時間なんですが、まあ、私だけじゃなくてですね、えー、小野講師それからえ太田講師、えー、私を含めて3人でですね、2019年度マンション管理士試験の方も管理業務主任者の方も、まあ、全問当たるとはなかなか言い切れないところがあるんですが、まあ、極力、ねえー、細かい分析を込みしてそして2020年度どういう対策を取っていっていく 行くかっていうところを、ねえー、皆さんにお伝えしたいいと思います場所渋谷港で,すところでですねえー、私そんなとてもとてもっていう方はあの映像同時配信などもやっておりますのでこちらがですね、えー、少し小さくなりますがね、えー、千葉港神戸港京都駅前、えー、港それから、えー、少し、ね、早くていきますが札幌港仙台港富山港名古屋港岡山港広島山口高松福岡那覇福井カナダと、まあ、これらの学校においてですね映像同時中継やっておりますので。 まあぜひぜひお時間がある方ね、えー、そして2020年ね、えー、目指している方ね、まあぜひぜひ参加くださればと思います。はい。まあ試験の分析はこちらです。 そして、まあ、具体的なまあ対策として2020年に向けてはです、ねまあ、若干の,、ねあのまあ、傾向もあったり、えー、それから対策に、ね、特殊なところがあったりしますのでその点、最後、ね、お話しさせていただきますとまず2020年は、まあ、これ世間的なものですけれども、えー、東京でオリンピックがありますあの時期がいまいち邪魔な邪魔というと本当に非国民みたいになりますけどね、えーまあ、勉強する方としては非常にチラチラチラ気がついるところがあります。まあ、こういっった場合ですねやっぱりでちなみに私 私はあまりそういったそのイベントごとには関心ありませんので、えー、皆さんの2020年目指して、えー、まあ我慢しながら勉強を続ける方のサポートはできると思いますので、まあ、そういうのを使っていただければと思いますのでねもう一つはやはり、えー、試験に特化したところなんですけれども民法の改正というね、まあ、この試験においてもやはり管理業務主任者マンション管理省、えー、まあどちらの試験においても非常に重要な、まあえー、法律ですね。それが 2020年の4月1日にまあ大きく改正されていきます。今までの過去問をやっている中でですね、答えが変わるものもあります。それからまあ結構多いのは表現がね、えー、いろいろ変わってくるところがありますので、そういうのをなかなかね、えー、特にこれがですね、今まで勉強されていた方にとってはまあ非常にですね、えー、じゃあの今までの勉強と違ってくるところがあります。非常にまあストレスになることが多いんですね。で、これをもし自分で、えー、ここの部分がこう変わってこういう表現が変わって、えー、ここはもうけ 結論まで変わってしまいますよっていうのを一つ一つやっていくとおそらくまそれだけでいや一年かけてもなかなか終わらないと思いますのはのでこういったねやはりまあ大きな改正があるところに関してはね私たちを利用してくださればと思いますでこれもまた少し画面変えていきますが。 こちらにですね2020年度向けの、まあ、私たちがまあ用意している、まあ、レックの管理業務主任者マンション管理士の講座のパンフレットがありますので、えー、もし、まあえー、先ほど通り、ね、各学校で聞いていらっしゃる方は、えー、このパンフレットでもお持ちいただければ、まあ、こちらに、えー、しっかりと、えー、民法改正完全対応と書いております。まあ、そそれれに従ってて進めていきますすから、まあ、本日ですね、まあめでたく 管理業務主任者ね、えー、ちゃんと34点以上取られて合格された方、えー、今年マンション管理士狙うっていう方にも対応できるようにですねこちら、まあ、いろんなコースを用意しております、えー、まあ管理業務主任者もえー、っと2019年度は残念ながらっていう方も合わせてマンション管理士も合わせてねダブル合格コースというコースでね、えー、もう用意しておりますそれからとにかく管理業務主任者に集中してって方はね管理業務主任者合格コースということも用意しております。 それから、えー、めでたく本日管理業務主任者合格して官報にしっかり名前が載った、えー、そういう方は、えー、2020年度ね、えーまあ、しっかり、えー、マンション管理士としてもう一度合格して官報に載るようにっていうのはマンション管理士にまあ えーまあ、集中してっていうコースもさまあ様々用意しております、えー、様々用意している分なかなかですねどのコ、えースというのは見にくいところがあるんですけれども、まあ、そういったところは中身ね見ていただいて、まあ、各学校あるいは、まあえー、コールセンターなどにね問い合わせていただいてどういうコーーがいいかっていうのをね、まあ、検討していただければと思います。それれれと一つ、まあ、例年こももややっっておるんですけれども、まあ、やっぱりあの特に 今年,、ね、2020, 年2020年度なんかは、えー、民法の改正がありますのでいろいろ疑問点などが出てくるでしょうそういったときはやっぱりいろいろ生で聞いてみたいというときなんかね利用くださればと思って例年やっておるんですが、えー、3ステップデミということでね、えー、これまあちょっと日程だけなんですけれども少しまた画面切り替えていきますがそうですねそのパンフレットお持ちの方は中の7ページになるんですがねはい こちらにですね2020年完業合格コースこれの通学デミ、まあえー、ですもちろんマンション管理士も合わせてね通学デミプラスということであの基本の通信講座に合わせて、まあ、通学講座を合わせていこうという講座ですね、えー、これはもちろんマンション管理士についてもね、えー、まあ用意しておりますのでね、えー、満館合格コースターのまあ通学デミということで用意しております、まあ、具体的な日程としましては、えー、失礼します。バラバララとなりますけれども 場所がすいません、えー、限定的でありましてこちらのですね、えー、ここ3ステップデミということでこれは生講座の方なんですがね、えー、渋谷東京の渋谷駅前本校それともう1つが、えー、梅田駅前本校大阪ですね、えー、こちらで実施、ね、おおよそ日程とすると3月から始まってですねまあ隔週のような形で進めていきますかね。はいで、えー、この 渋谷駅前本校に関しては私亀田が例年担当させていただいています。はいそれと合わせてね、えー、まあ梅田こ,、えー、これもねまあ実施しております。まあこういったのをうまく利用してくださってそうですね、えー、2020年度、えー、まあキリがいい年です。そしてまあ世の中ではやはり、えー、オリンピックもありますがまあその年ね向かって結構あの後々も残りますからねあの。 どういう形で、まあ、本日めでたく、えー、管理業務主任者伺えた方ね本当におめでとうございます。えー もう一歩進んでマンンション管理士といいいいう方ももいいですすから、えー、初めてて勉強されるもちろん対応していきます管理業務主任者もマンション管理士も、えー、マンションの、ね、資格に興味を持ってあるいは従事しているマンション管理業者でどうしても取らなきゃいけないというお立場の方も、えー、もちろん合わせてサポートしていきますのでねそれからそうですね、えー、ダブルでマンション管理士も管理業務審査もどっちも、えー、という方ねいろいろ対応しておりますのでぜひぜひうまくねこういった私たちのがね実施している予備校の オーダーなんかを使っていただければそしてぜひぜひ2020年度、えー、まり合格を目指してね、えー、まあ、勝ち取っていただければと思いますのでまあ、一緒に頑張っていきましょうねではまあ、本日私の方からのお話ね、えー、以上とさせていただきます、えー、もう一度言いますが2月2日2020年2月2日分析会ねぜひぜひお越しくださいでは本日ですがありがとうございましたお疲れ様でした